はい、田のぼた久保田です。こんにちは。今日は、ハッピー発動機のご紹介です。この運転会はですね、静岡県の菊川っていうんでしょうか。菊川っていうんでしょうか。ちょっとは、すいません。よくわからないんですけど、そこに黒田代官屋敷跡っていうのがありまして、跡といってもきちんと建物が残ってるんですけどね。そこで、開催された静岡県発動機愛好会の運転会に行ってきたんですけど、そこで見かけたハッピー発動機です。愛知のね、方がね、所有されてるものです。銘板を見てみますと、テロシンエンジン、石油発動機ですね。ハッピー。タイプは CM 型。そして馬力は3から4馬力。会社名が吉田機械製作所。岡山県里庄。里庄っていう町ですね。里庄町。ここは、そうめんで有名だったと思うな。本当に発動機のメッカですよね。で、ホッパー横の銘板にも通産省比較審査、優位入選なんて書いてあります。ハッピー発動機。きちんとね、真鍮板で本当に重厚に作られています。このホッパーもね、丸みを帯びていて、なんて言うんでしょう。やっぱデザイン性を持たせてある発動機ですね。やっぱ競争も激しかったからかな。すごいデザインにも気を使っている発動機だと思います。そして下の方に目をやりますと、キャブレター周りなんですけどね。ここのエアー吸い込み口の部分とかを見ていると、本当に面白いなって思うんです。正面から見ますと、キャブレターのエア吸い込みのところが、でんでん節に見えませんか？カタツムリに。私ね、ここがちょっと、このハッピー発動機のお気に入りなんですけど、どうしてもここは、カタツムリ、でんでん節にしか見えなくなってきて、面白い発動機だなって思います。タンクはね、昭和20年代後半ぐらいの発動機なんでしょうかね。丸いタンクが上に、シリンダーヘッドの、上部にね、設置されるような、ホッパーのところにね、設置されるようなタンクになってます。そして、クランクケース横を見ますと、自然落下のオイラーではなくて、強制、そういうポンプがついた。強制的にね、シリンダーとクランクに、給油するポンプがついてます。機械的に送り込むね。ポンプがついてる発動機です。上から見ましてもね、クランクケース、カバーにも、ハッピーって打ってあります。なんか、この発動機見ていると、本当に心がハッピーになってきます。きっとね、この吉田機械製作所の社員さんたちは、農業大国日本の幸せと、あと、農家の人々の幸せを祈って、ハッピーという発動機にね、名前を付けたんだと思います。本日もご視聴ありがとうございました。